皆さんこんにちは「朝霞豊の新聞を切る」えー、今週もですね、えー、なかなか興味深い記事を、えー、用意してきましたので、えー、どうぞ、えー、お楽しみください、えー、1本目の記事は「毎日1月23日の記事で「団塊女性はいかに生きてきたか信田小夜子さんに聞く」というものになります。このの田紗友子さんというのは まあ、ほぼ団塊世代と言っていい臨床心理士をされてきたあ方なんですけれども、まあ、当時としては珍しくですね女性で、えー、大学まで行きそして、えー、学生運動にかなり熱中されたような方になります。 でこの記事は私からするとですねちょっとツッコミどころが満載なんですけれどもこれを全て扱っているととんでもない時間になってしまうので、まあ、そこの中で、えー、私がとりわけここって皆さんどう思いますかというところをですね選んで話をさせていただこうと思っています。 でこの方はですね、まあ、戦後教育を受ける形の中でですね男女平等ということで教えられてきたんだけれども実際に結婚をしてみた時には、えー、男女の間で対等な関係が実現するということはなかなか難しくて、えー、夫が仕事人間になって帰り、えー、家庭をなかなかにみてくれないという中でですね、まあ、段階世代のの人たちというものは あ深く傷ついいいたたんんでですすすととううよななことがまあ書かれていたりするわけなんですね私はあのこのこのの見方に対して若干違和感を感じているんですがそれはなぜかというといつの時代であってもそんな理想的な夫婦関係のようなものがですねえ必ず成立するということはありえず夫それから妻両方のですね 努力によってなるべく理想に近づけられるようにそうやっていくものであるしでそういう形でお互い努力をしているということでもってお互いの存在を確認し合うというのがこれが理想的な夫婦のあり方そんな風に思うわけなんですね。 ところが世の中が悪くて、えー、仕事人間に夫がさせられているそういう状況になっているがゆえに理想的な夫婦関係ができないのだという、えー、そういう社会構造的な捉え方をして、えー、自分たちのですねその中に必要な努力みたいなものを完全に消し去っているというのはこれは私ちょっと不自然ではないのかなというふうに思っているんですね。さて段階世代は今 70歳を超えてそ、えー、そろそろですね後期高齢者に差し掛かろうかというようなあそんな段階に入ってきてきいます定年後もですね仕事を続けられてきた方も、まあ、かなりいらっしゃるかとは思いますけれども、まあ、70ぐらいのところで、まあ、リタイアしているということも実際多いわけで、まあ、この中において、えー、この段階カップルが、まあ、どういう形で、えー、新しい夫婦像を作っていくのか。 そういういいいことが求められててるる世の中になっているですからそういうことに対して何らかのアドバイスというものがこの臨床心理士の観点から信田さんが行っているということであればそれは大いに歓迎したいところではあるんですがところがこの信田さんは夫リスクという形でですね夫というものに対して最初からネガティブ否定的なものを持ち込んで。 2人で揃っていい家庭を築いていくというようなアプローチでですね話はしていないわけなんですね。で夫リスクというのはあ具体的に信田さんの表現でいくと夫を心で上手に捨てるという言い方をされています。でこれはですね夫はなんだかんだといって経済力を持っているから財源でもあるしまあ長年付き添ってきたよしみもあるので。 完全に捨てるわけではないけれども心の上ではですねもう重ねない人生を歩んでいくのが良いのだという言い方を、えー、しているわけなんですねで、それで具体的に何を言っているかといったらまあ、趣味を分けましょうというようなことを言ったりとかですね夫にいろいろ家事をやらせるためにまあ、どうしていけばいいのかということを考えで場合によってはですね、えー、奥さんの方が偽装入院をすると 実際には病気じゃないんだけれども病気だよという体で、まあ、入院をしてですねでそういうふうにするとえ家事のことを、えー、旦那さんがやらなければいけなくなってくる。 でこの状態に持っていった上で、まあ、子供たちにもですね「お父さんの手伝いなんかしなくていいからね」という言い方をすることによってガンナさんがですねどうしてもそういう形でもって家事をやらなければいけない状況に、まあ、追い込んでいくそういうことによって 夫とあまり関わらない状態なんだけれども、まあ、自分は楽をするような形で夫婦生活を営んでいくスキルがありますみたいな感じのことを言っているわけなんですね。でこのこと自体というのが随分うう、えー、夫婦のあり方というのは個別の夫婦ごとに、えー、いいもの悪いものというのが 決まってくるることででもあるでしょうから私がですねとやかくああいうあり方はけしからんとかこういうあり方をすべきだというような議論を持ち込むのは正しくはないというふうに思ってはいます。ですがこの方が「おっとりすく」という言い方を持って、まあ、私から見れば男性を部別的に扱うようなこういうあり方に対してちょっと憤っているところがあるわけなんですが逆にですね また男性の論者がですね妻リスクといったようなものを持ち出した上で、ね、女性に対して差別的な現地をですね持ってきた時にこうした議論をされている方たちはどのような反応をされるのかというのは私はちょっと見てみたいななんて、ね、思っいいたりもしますいずれにせよこうした形で男性を貶としめるということに対しては。 なんかそれがですね、世の中の進歩につながるような見方をしながら逆にですね女性を落とすというような形で議論を立てるとそれはとてつもない性差別であるかのような扱い方をするのはどう考えても私はフェアなな議論ではいいと思いますが皆さてもう一つの記事は、えー、琉球新報の1月24日の社説で。 戸口名護市長再選民意は新基地容認ではないというものになります。まあ、この記事はまあ、タイトルからも分かるように今基地問題で揺れている、えー、名護市長選挙において、えー、現職でですねまあ、自民公明推薦の、えー、戸口さんがですね新人の、えー、岸本さんを大差で破る 再選を果たしたししとというこにに関しての記事になります得票でいくと戸口さんが1万9,000票余りそれに対して岸本さんが1万4,000票余りでなんと5,000票以上の大きな差をつけて戸口さんが勝ったという形になっています。 この社説はその辺野古への移転に反対をして選挙に臨んだ岸本さんの方がまあ敗れたからといって名護市民が辺野古への基地移設をですね容認したとは言えないのだと再選を果たした戸口さんはですねこの建設の是非については態度を明らかにしない状態の中で。 まあこのまんま見守るしかないというような形でしか言ってないのでありこの結果によって基地が容認されたんだというふうに見るのはそれは議論が違うという形でですねえ話を展開されているところが同じ琉球新報の1月17日付のえ記事にですね 岸本戸口氏があ激突辺野古新基地最大争点に名市長選挙告示といありえすこれは表題の形でも分かるとおりこの辺野古の問題というのが最大争点であるということを前提とした形で記事が組まれていてそしてこのことによって選挙が戦われていくのだというふうに、えー、話を進めていたわけなんですね。 社説においては辺野古移設問題というのがこれが容認されたのだというのは民意ではないというふうに、まあ、琉球新報は主張しているわけなんですけれどもでは選挙以上にはっきり分かる形での民意というのが果たしてあるのかというのはまず率直に訴えなければいけないところだと私は思います。 でさらにですね、えー、朝日新聞の、えー、1月17日の記事でいくとですね辺野古移設に対して、えー、反対は54%で前回の63%から、えー、大きく減少したという、まあ、世論調査結果を、えー、発表していたりします。でこういう形で見ても分かる通りこの問題に関して、えー、必ずしもですね 基地反対派が圧倒的な強さを持っているというわけでもなくだんだんそこから意識が変わりつつある、えー、沖縄ののの民意とといいいいうううもまたその中ににおてて示されているというふうに思うわけです、えー、この辺野古地区というのはもともとキャンプ・シュワブと呼ばれている米軍基地があるところで、えー、ここにおいてはアメリカ軍と地元民との交流というのが長年かけて行われてきた場所でもあるわけなんですね。 でそういう中にあってアメリカ軍に対してなんだか分かんないとんでもない恐ろしい人たちというような意識は地元の人たちは持ってもいなくそして普天間の,この移転の話が出てきた時に実はまあそんな積極的賛成というわけではないけれども、まあ、容認してもいいですよという形で手を挙げたところがこの辺野古地区だったということが この辺野古移転のですねベースになっているということについて琉球新報は一貫して扱うことがないこのこと自体が私はあまりフェアなな議論だとととは思えないというところがあります今回の選挙はえ基地容認派の戸口さんが勝利をしたという形にはなっておりますがではこれとは全く真逆の形でもし岸本さんの方が当選をしていたという場合には。 入級新法はどのような扱いをしたのでしょうかこれによって民意は示されたんだということを前提に紙面を作り基地反対運動をさらに強化しようというような流れに持っていこうとしていたのは明らかではないかと思うわけですこのように選挙結果のいかんに関わらずあらかじめ結論が決まっていってでどちらになってもこの結論で押し通すというようなそのやり方というのを 皆さんはフェアなマスコミの在り方としして容認でできますでしょうか私はちょっと違うんではないかなというふうに感じるところがあります今回はこのような形で毎日新聞の記事1つそれから琉球新報の記事1つ扱わせていただきました来週もまた興味深い記事を探してまいりますのでよろしくお願いいたします。